感想をもらったので読みますね。ななみんの卒コンは終始感動的でしたが、やはりマイアンからななみんへの手紙のシーンが特に感動的で、自分でも予想できなかったほど涙が止まりませんでした。うん、友情って素晴らしいと改めて感じられたライブでした。わお、ありがとうございます。嬉しいですね。そうね、いや私もまさかのななみんへの手紙を読むなんてね、まあ、メンバー代表で読まさせてもらったんですけども、すごい緊張したし、もう序盤でちょっと泣いちゃったから、ななみの手紙読む時なんてどうしようと思ってたんですけど、でもまあ無事にちゃんとこう任務を果たせたというか、ちゃんとななみへの、ね、最後のラブレターが書けたことがすごく嬉しいなって思います。そうね、あ、そう、涙でこう多分ぐちゃぐちゃになってたなって二人とも、でなんだっけな、こうブサイクみたいな、やばい私今すごいブサイクじゃんみたいな話してた時にさ、ななみんがさりげなく、いやマイアンはいつでも可愛いよみたいなこと言ってくれたんですけど、私はもうすかさず、あのそっちこそというちょっとあの伝説のね、初期の頃のあのななみんのフレーズがふわって降りてきて、ちょっととっさに出たんですけどね、本当に知ってる方はそこでも、あ、懐かしいなって思ってもらえてたらいいなと思うね。本当にまなみんのそっちこそ、そう、一緒に二人であれだよね、撮ってたから、なんかそれも懐かしい。そっちこそありがとう。そう、 CM ですね、懐かしいね。